聞きました？残念なお知らせ。マジで残念。残念すぎるな。お化け屋敷やってない。残念なお知らせ。てちゃんキングはてちゃんキング。ミュージカル始まってるよ。戦慄できず。戦慄したかった。お休みらしい。お休み。リニューアル中らしいですね。まあ、土平日ですし ね、まあ、レベルアップするっていうことで、この動画が上がってる頃にはもうオープンしてるでしょう。まあね、でも愛知県民ですから、やっぱりなかなかね、来れるものではないということで、次、早くてもね、冬頃じゃないでしょうかね、来れるのはね。でもさ、昨日泊まったホテルのサウナめっちゃ良かったじゃない。よかった、めっちゃ良かった。しかも水風呂もなんか天然水で、富士のね。いや、マジ最高だった。だからまた通おうかなって。ろくな施設じゃねえな、ここは。最高だわ。どうなってんだ。サウナもあって、お化け屋敷もジェットコースターも最高の。バカでけえお化け屋敷とサウナがあるだと。いや、幸せな場所だよ、本当に。この好きか。あの人はさ、お化け屋敷行きたい人はない。もう一人、僕も行くよってなったら、まあ、ジェットコースター行くくらいだったらそっちがいいなって思うくらいだけど、なんでだ、もし行きたかった。いや、全部行きたいよ。すごい。分からない。全部楽しいんだから。あのお化け屋敷ちょっと違う。怖い。俺もどっちかっていうと、俺お化け屋敷は行ける方なんだよ。ガチなやつ。お化け怖い、お化け怖い系だけど、お化け屋敷は行けるタイプだ。ああ、なんで。でも無理。なんでよ。あれちょっと怖すぎるわ。いくらなんでいくらなんでもだよ。いやいやいや、そんな怖いんだ。だってあのさ、本気出してるやん。ああ、役者さんたちが。そう、あの、その辺のやつってさ、ガシャガーンってさ、はいはいはいってやつやん。やってる人が本気すぎてさ、生半可な気持ちでいけない。いや、本気で楽しませてくれてんだよ。さ、研究してる人が多分、なんか監修とかしてるやん。どうせトップの誇りがすごいんだよ、ここは。そうだね。負けるもんかと。確かに。すごい頑張ってるから、いろんな、だって日本一何個あんのここにって話だもんね。確かに。マジで気合入ってるから。日本一集めましただもん、うん。なんか一つぐらい遊んでいくとしたら何します？いや、いい、本当にもういい。いやいや、あるっすよ。ジェットコースター乗ったのよ。いやいやいや、俺あれは行きたいな。さっき藤山を撮ってくれたさ、タワー。ああ、あれ行ってみたくない？タワーって何？タワーね、なんかその周りを歩けるんですよ、ハーネスつけて。おお、あ、すごい。高いところを歩ける。へ、あれ行きますか。一旦ちょっと行ってみたいのかな。じゃあ行ってみよっか。いいんだったら明日オープンの。あ、いいそれはあれですか、上が歩きますよ、怖いでしょっていうアトラクションなんですか。一応そうなんだよ。もともと点検のために作られたやつだけど、それがアトラクションになったみたいな。すごい。それはちょっと行ってみたいな、うん。じゃあ行こっか。行きましょう、行きましょう。ちょっと藤山怖すぎたな、俺は。無理だ、もう乗りたくない。怖すぎる、ちょっと。藤山はね、どんだけジェットコースター好きでも後ろ向いて乗らんほうがいい。いや、なんかさ、我々愛知県民だからさ、やっぱ馴染み深いね。そうね、ランドがあって、ね、ドラゴンがいるじゃないですか、はい、似てるやつで。某鋼鉄のドラゴンみたいないますよね。そう、だからあれの方が高いから大丈夫だと思ったんだけど、全然違うね。ね、全然違うわ。こっちの方は怖い。あ、ちょっと、あ、すいません、ちょっとだけ、ごめんなさい。これだけはちょっとマニアなもんで、ちょっとプンさん、携帯お願いします。マニアだったんだ。顔はめパネルマニアだった。へー、今までいろんな観光地でたくさん撮ってきましたから。絶叫戦隊。これ真ん中は敵じゃない。真ん中が正義の味方で。え、真ん中正義だ。そうです。あれ、あれ下ですか。そうです。逆にあべこべになってる。上は、上が、上側がもうだらしないヒーロー。だらしないヒーローと正義の味方。へぇ、おもろいな、設定は。へぇ、普通に突っ込もうと思ったけど、普通にちょっと面白そうなの。俺の携帯が、あれなくなってる。なくなってる。何待ち時間だった。何をしてるんですか。どうしましたよ。これもしかして絶叫じゃない。え、ちょっと待って。こういう絶叫。いや、絶対渡したな。携帯受け取りましたよ。いや、渡した渡した。あ、渡したんだ。だってさすがにこれでね、渡してたね。いや、受け取った意識飛んじゃったわ。なくなったかな。あ、待って、携帯なくなった。もう映すわ。もう、こんだけ渡されたらもう大人が焦ってるぞ、大人が。ういじゃない、ういじゃない、こんな、こんなバディ見たことない。あ、預けた携帯、あわやなくして、ういっていうバディ見たことない。隠してるわけないじゃない。取ってください、もう。あ、ちょっとね、どこはめる場所があるから、どこにはめるんだろうね。まあ、これはめ方大事です。気になるな。あれ、これだから。なんか最初に高いところ登って落とした後ってさ、なんか力学的に保存されてないやん、絶対に。なんかどういうこうっていうあれをかけてるんだろう。
ってどうなの？あんな短い距離であんな加速するっていうかね、加速してパーンって。でもあの先って自由なの？あの最初の上りだけで、あとは自由じゃない確か。そう、自由って自由落下？うわーの、もうあとは重力に任せるじゃなかったっけ。いや、絶対途中でビューンって加速あったし。あ、途中どっかはあるだろ。しかも絶対そんなにはいかんぞ。途中である一回中腹でこういう時に加速するのかな。なんかあるんだろうね、そういう。そうですね、これ立てる前にちゃんと計算する人めちゃめちゃ重大だよね。怖すぎない？いけるっていう気持ちさ、メンタル半端なくない？哲也がね、加速、哲也の設計者だってここに加速を見つけちゃってもう上りから加速しちゃおう。十字架というかさ、共にでさ、一人で富士急行かなきゃいけないんだよね。そうだよ、もう楽しめるじゃん。一人富士急地獄やん、うん、ある意味。そうなんよね。いや、一番いいよ。楽しくない一番良くはない。一番良くはないよ。だってさっきのジェットコースターとかもさ、2人4人とかだったら隣に全然知らない人すみません全然乗らなきゃいけないでしょ。普通にそれでうーって言うんですよ。藤木好きな俺でもそれ嫌だわ。一人は どうせ俺らのこと知ってくれてる人がいるからさ、隣でさ、すいません今一人なんですよって言って中でグワーって言うね。あ、今ってさ、木上黙って乗らんだから。あー、それは無理。それはなんかさ、富士急じゃない？富士急だっけ？なんか黙って乗るさ、なんか映像あったわ。お手本を社長がやってる映像すごっっていうやつあったよね。無言のね。いや、こんな外ならもう、でも今回もう僕たちはちょっと特別に外させてもらってましたけど、ジェットコースター中もマスクつけてくださいって言われてましたよ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。なるほどね。すごい。え、これ登れるんだ。わ、すごい。かっけ。あ、怖っ。怖わ普通に怖い。単純に高いところは別に大丈夫？2人とも。いや、俺高いとこ結構苦手なんだよ。安全じゃないと。まあでも安全でハーネスがあるから、まあ人並みの怖がり方だと思うな。俺のゲーム部屋みたいなの勝利者。ほんとだ、エザが感じました。光らせりゃいいんすよ。押し、押さなくていいの？地下あるしかない。開いたらコーヒー屋に。そうそうそう。今言おうと思った。なんで外にあるコーヒー屋さんなんだよ。あのRがね、あのRでね。それを同時に言おうと思うんだ。なんかよ。俺らの中でRはもうそうなっちゃった。量アルファベット1個取ってちゃったからさ。確かに。難しい。ありがた。T かぶりまくってんだな。そう。ありがたお前。T 多いな。哲也としみつ太鼓だな。太鼓は別にあげるけど。お、着いた。着きましたー。おー、よいしょ。わー、すごい景色。わ、すごい。おお、いいね。すげえ。やばい、これはすごいでしょ。マジで気持ちいいんだよね、ここ藤山さんが。いくらおじさんでもこの景色にはうわーって言えるわ。これは全世界誰もがうわーってなるよ。え、これもう日本来たら絶対ここっていうとこじゃん。ちょ、サムネだろ。これすごいね。でもあそこあれいいんじゃん。あ、いや、そうだ、ここじゃん。完全にこれじゃん。うわ、すごいいい絵してますよ。しっかりだな、ちゃん山空いてる、ちゃんと。綺麗。ちゃんと空いてます。俺らパンパンに詰まってない？すごいいい絵。綺麗？めちゃくちゃ綺麗。すごいこれ。乗せてくれるカメラマンだ。プロ下手くそなの。プロカメラマン。すんごい。見てこれはやばい。あ、ちょっと俺これはやばい。これは怖い。これはやばい。あー怖い。あー怖い。これはすごい。これはなかなかだね。これスカイツリーにあるやつ。うわー、すげえ。でもさ、スカイツリーとかさ遠すぎるけど、これちょっとリアルすぎない？確かにリアルではあるな。これ怖いわ。あー怖いね。これやだ。うん、こっちのがだいぶやだわ。この上通ってもいいんだよ。いや、割れるんだよ。中国でそういう事件あるからね。割れるから行かない。それフラグだからダメだよ。いや、これいいよね、これ。あ、でも怖いね。こう、うわーって。あ、そういうことなんだ。さっき俺らここ通った。あ、開いてるか。そういうアトラクションじゃないよ。全然知らない人たちがうわーって言うとこ見えるんですけど、ね、そうだ。そっか、ここ見てるのめちゃくちゃ楽しくない？ここで、りょうくんが通ってた。そう。え、怖っ。怖い？あれ、苦手？いや、怖いは当然じゃない？これ。俺別に全然ハーネスなしでもいけるよ。それでもおかしい。やめろや、そういうさ怖くないよ、自慢。だって死ぬって。人間としてなんかそれミスだから、ね、こっちからこっちに行っちゃダメだから、これここを歩けばいいだけ。ワンちゃん行くんだって人は。
落ちたら死ぬっていう恐怖は怖いのよ。だってさ、別に哲也もグランドキャニオンにあの一番崖の端まで行って座ってたじゃん。あれも怖いよ。怖くないわけではないよ。まあでも別にそこから向こうに行くか行かないかさ、ワンチャン行ったら死ぬってものは怖いよ。行かなきゃいいんだもん。風とかあるからね、高いところ。あーすごいすごいすごい。どこどこ。おー、ね、いやー、びっくりした。乗り出しすぎだって危ないですよ。まあ無理や、気をつけて。あ、でも思ったより細いんだ。あんな細い、踏み外さないよ。なんかちょっと見ると衝撃映像撮りそうで怖い。これ踏み外しちゃダメなんですよ。もう全然傾かないようになってる。てかあの人さ、今テストしてるけどさ、テストしない方がいいんじゃない。死んじゃうよ。確かにテストする人めちゃくちゃ怖い。テストってやばくないね、だって今命大丈夫か命判定検査してるでしょ。あの安全帯正式名称変わってめちゃくちゃ難しい名前になってるから思い出せないけど、はい、調べて今度何テロップ入れといてこれ。俺がこれに入れる。俺がこれに入れといて。めちゃくちゃ難しかったよ。怖い。俺はギブだ。待って俺はちょっとこれジェットコースターより無理だ。あんまないわ、明日からさ、サービススタートするよっていうやつさ、俺無理だ。あんまない。いやー、サンダル怖いな。無理だー。一回したいって言うよ。あ、そうか、そのあ、もしや。サンダルは両手で回るしかいけないわ。俺と寝てしちゃいけないの。うわ、何してんだ。向かった、マジか。何してんだよ。カッシャルから行ってこいよ、お前。俺は無理だった。残念。そう、おい、どうか俺の分まで楽しんできてくれ。すごい、頼む夢丸、ごめんな。俺ら上から見てっから。これカメラマンガムテープ巻き巻きできるからいくつ。ああ、そうなんだ、優しい。怖っ。それやばくない。顔顔、ちょ、マジで俺やべやべえわ。ジェットコースターより無理これ。マジでジェットコースターより無理。終わらんや、自動に行かないかんや。自分で歩けばいい。いや、マジそれが無理なんだよな。確かにな、ジェットコースター勝手に終わるもんね。そう、あーって待ってればいいから。りょうくんがね、久しぶりの安全帯装着でテンション上がってますね。久しぶりだよ、こんなの。デデンデンデデン。うわ、お前足でかいから。デデンデンデデン。 24.5 の靴あります？ない。ありがたいことに借りてしまいました。ありがとうございます。我慢ならんって言った。我慢ならん、もう我慢ならんぞ。このままじゃ何回して出てっちゃいそうだから。別に我慢なるな。あ、いくつもこれでいけんな。これぐるぐる巻きでやるし。てっちゃんがカメラ持ってんのもいいんだけど。俺が持ってくる。女の子だらけだな、ここ。なんかそうだよね。なんかあれすごいな。緊張をやらげるために女の子若くしてるから。綺麗どころしここに固めてない。この風の流れでもいい匂い。逆に緊張してきたんだよ。ダサいとこ見せられないと。怖いよあ、俺いいっすよ。え、内田さんだから大丈夫ですよ。でも山梨県は Wi-Fi があるか分かんないからな。今回は知ってるあるだ。行くの平気な人だっけ。行くの平気。平気っすよ、平気っすよ。いや、ジェットコースターとかは平気。これは知らん。これは分かんない。これちょっと別物だよ。しかも自分で進まなきゃいけないから、それがマジでやっ、ね、どうでもってくれよ。確かにジェットコースターは信じられるけど、自分信じられんもん。そう。ワンチャン落ちるやん。それはめっちゃ分かるわ。あの滋賀でやったバンクとかさ、あれちょっと高すぎたからいいけど、okay、これリアルだね。リアルだね。 50m 一番嫌じゃないで、ね、鉄骨むき出しだから出そう。やってらんねえな、これは。お前だ。楽しそうだな。これで間違えてこれだけでいっちゃってる。あははははは、一瞬止まれ。あれどうもとジェリーじゃん。なるべくこっち見ながら喋ってください。はいよ。男の子もかっこいい。俺はそんな余裕ないから。無理難題です。ちょっと、チンチンやんないで、これチンチン危なすぎだって。俺はチンチン。なんでこんなにチンチンがいっちゃう。それはチンチン。藤山です。違う、お隣の藤山です。これ、茶臼山です。まあまあいいとこじゃん。一つ行きましょう。行ってきます。行ってきます。頼めちゃうやん。頼めちゃうやん。怖いこれ、怖いって。これ怖いぞ。うわ、すごいね。これすごい怖い。これはすごい怖い。夢丸多分これすごい怖い。すごい怖いの、もう怖いもん俺。すいません、俺絶対びしゃびしゃで返します、これ。申
わあすごい。うわあ。頑張れー。これはね。はい。じゃあ行ってきまーす。よろしくお願いします。やば、怖くなってきた。怖くなってきた。怖くなってきた。怖い。なんかいい、うわあ。いやーすごいすごい。結構広くてる、ね、別に幅的にはね、テクテク歩けるはずなの。お姉さんすごい。あのチェックしてたの。あれはちょっとできんわ。怖っ。いや怖くなってきた。いつも怖いぞ。怖くなってきた。怖くなってきた。わこれ怖くなってきた。前のが良かったかもな。おもろいよ、夢丸が。見てあげて、見てあげて。余裕がなさすぎる。これ、下見ないで歩くの怖くて楽しい。あー怖いかもしれん。これめっちゃ怖いわ。めっちゃ怖いわ。怖いよ、ヒト。めっちゃ怖い怖い怖い。無理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 。あー怖い。あーめっちゃ怖い。俺がカメラ持てばよかった。夢丸の顔マジすごい。ちょっとね、面白すぎる。怖いった。ずるい。やばい、視聴者さんに見せたい。ずっとこう。ずっとこんな仏になってるって。うわー、下のダイナミックさがすごいわ。うるせえ、早く行けよ。すごいね。今ゆっくり楽しましてよ、これ。うわ、高っ。いや、怖っ。ほら、下の人たちが手振ってくれますね、これ。これ、徹夜がオレンジすぎてね、この距離でも多分認識されてるんですよね。いや、これジェットコースターあるあるのいってらっしゃいの手振りでしょ、これ。そんなことある。夢丸も手振って。夢丸手振ってるぞ。どこに。どこ。折り返すよ、折り返すよ。夢丸先輩。だ夢丸先輩。動けなくなっちゃった。夢丸先輩。夢さん。ダメだー。西田のおっちゃん。西田のおっちゃん。ちょっとやっぱ。あすごい、チョコマがチョコマが。ダメだ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 。生きて渡るんだろう。マジでうざい。西田のおっちゃん。大事な娘がいるなら、なおさら自分で渡らないとダメだろう。あ余裕ないこれ。おいおい、手すりがなくなるぞ。あ、手すりが、手すりがない、半分手すりがなくなる。しかもあそこ下るぞ。すごい、13枚で下る。うわあ、待って、床が穴開いてる。うわすげえ。見えない。これバカだ。いや、これバカだわ。すごい、夢丸の顔が。夢丸の顔見してあげて。え、怖い。俺とテツヤの掛け方だったらマジやもん。もう眉毛が富士山。富士山眉毛になってます。いやこっからマジでかっこいちやばい顔になってる。見たことない。怖い、すごいです、これは本当にすごい。これぐらいです。怖すぎで、ここから足場が変わります。足場が変わってる。ここやばいよ。やば、これ。俺無理だ。こっから2マスだ、それすげえ。こっから2マス空いてる。耳痩せてくれてる。うわそれすごい。これすんげえぞ、これこれやば、これすんげえ。これやばすぎます。これはやばすぎ、これはやばすぎます。これはやばすぎ。ゆうべまるさん、そんなとこで懸垂してたら危ないです。めいさんだ。危ないよ。めいさんが来た。なんだっけ、なんだっけ、それ小田原表情、小田原表情だっけ。懐かしい。あの時の大丈夫大丈夫、懐かしい。あー無理だよ。早く行けよ、お前ら。こんな高いところ歩いたら危ないね。逃げて遅いんだよね。いやカメラ怖い。うん怖い。逃げて遅いんだよね。いやカメラが怖い。え、カメラ持ってやるの怖いすぎる。うお、いける。今だ。来た。うお。うお。うおしょ。ファイト。山先輩ファイトです。ファイトー。うるせえ、うるせえ、頑張ってんだよ。やばい、握りすぎて手がつってる。もう安全だよ。もう安全。
こっからだよ。あ、登り怖くない？何のが怖くない？え、登りの方がなんか俺すごい怖い。大丈夫今。いやもう来る来る。大丈夫か来る。来るな。大丈夫今で。俺パック機能ついてないんだから今。パック機能ついてないんだから。最後バカだ。最後。バチ細。本当に鉄骨当たりだ。石田のおっちゃん。足の線も足の線も中心に合わせて。最後これ話していくか。助けてくれ大丈夫ですから、大丈夫ですから、助けてくれ大丈夫だから。三鎮の構えで行くわ。危なくない？逆に片手は…あ、無理だって。あのドロスドッポの弟子がデッドコースの中で一回内股でやってた。確かにこうやって出たわ。スウェードをね、スウェードがね、スウェードがこの内股の構えで切るよ。マジで怖いよ。マジで怖い。ジェットコースターより全然顔こわばってましたね。あのこっちの方がやばい。面白すぎた顔が。マジで。一応夢丸がいなくなったら、おっさん、俺に動揺を与えないためにっていう準備ができてました。お前、ひどい。用意しとけ。ふざけてんだ。ええってなるよ。いや、マジで普通に怖いわ。無事に帰ってきてよかったよ。ね、楽しいな、でも。でも本当、ワンチャン死ぬのかなっていう意識はするわ。死を実感できた。できた。なんだろう、広いとこ出たじゃん、一段一段飛ばしてるとこ、そこ風めっちゃ吹くの。おお。持ってると全然いいんだけど、寂しい話は本当に次の一歩のを迎える一歩がいけなくなる。だから力あんま入んないよね。ぐわってなって、うわー、玉ヒュン、玉ヒュンですか。玉ヒュンですね、これは。これはこれでいいスリルがあっていいね。スリルですね。ここでしかマジで味わえない。ジェットコースターとは違うね。はい。いやでも、りょうさん、肩から見て、前線を踏んなさそうだな。イエーイ最後、りょうくん、あの真ん中でさ、ずっとこうやって待ってるの、止まってさ、早く進めよ。夢丸みたいな人と行くのより楽しいわ。そうね、夢丸楽しみだ。いやー、わからん、もう終わってない。いっぱいいっぱい。終わってみて笑顔ならいいよ。まあね、結局、絶対安全だもんね。そう、それがあるから、ね、この安定感はすごい。うん、俺でも右足ちょっと疲れてる、力入って。お疲れ様でした。お疲れ様です。疲れました。